失敗を恐れるのは褒められた子。脳科学者が語る褒めて育てるの危険性。褒めて育てる教育が基本となっている現代、子供に厳しく叱ったり苦言を呈したりすることに難しさを感じている人は少なくないと思います。一方で甘やかしすぎたら、甘やかしてて本当に成長するの？と疑問を持っている方も多いと思うんです。そこで今回は褒め方でどんな弊害があるのか、そしてどういう褒め方をしたらいいのかを紹介したいと思います。これは全員が見るべき動画です。1990年代、コロンビア大学のミラーとデュエックにより、褒め方によって子供たちのチャレンジ心や態度がどのように変化するかが分かる実験を行ったのです。10歳から12歳までの子供たち約400人に知能テストを受けてもらい、実際の点数を伏せた上で、あなたの成績は100点満点中80点だったと全員に伝えます。そして子供たちを3つのグループに分け、成績以外に子供たちに伝えるコメントを次のように変えました。グループ1、本当に頭がいいんだねと褒める。グループ2、努力の甲斐があったねと褒める。グループ3、何のコメントもしない。さらに追加でその後、子供たちに誰でも解けるような優しい問題と難しい問題のどちらかを選んでもらい、チャレンジしてもらうのです。これ本来ならより褒められた人がより難しい課題にチャレンジすると思いがちなのですが、結果は真逆だったのです。頭がいいねと褒められたグループは約6割の子が難しい問題を選ばず簡単な問題を選び、努力をしたねと家庭を褒めた子は約9割の人が難しいチャレンジをした。また何も言わなかったグループは半々に分かれた。頭がいいねと褒められることが子供たちから難しい課題をやろうとする気力を奪い、より良い成績を大人たちに確実に見せられる優しい課題の選択へ褒めることが圧力として働いた。さらに衝撃的なことに、この難しい課題での自分の成績をみんなの前で発表させたところ、頭がいいと褒められたグループ1の子供の約 40% が本当の自分の成績より良い点数を報告したのです。つまりグループ1の4割の子供が自分をよく見せようとして嘘をついたということです。ちなみに何も言われなかったグループ3では、嘘をついた子供の割合は約 10% でした。褒められた子供たちは難しい問題を避けるばかりか、頭がいいという自分の評判を落とすことを恐れ、嘘をつくことも厭わなくなった。この実験結果が褒めて育てることへの警鐘となることは間違いないでしょう。さらに実験者のミラーとデュエックによるグループ1の子供たちの見解を次のように教えてくれました。頭がいいと褒められた子供は自分は頑張らなくてもよくできるはずだと思うようになり、必要な努力をしようとしなくなる。本当の自分は頭がいいわけではないが、周囲には頭がいいと思わせなければならないと思い込むようになる。頭がいいという評価から得られるメリットを維持するため、嘘をつくことに抵抗がなくなる。この研究を踏まえた上で、頭がいいという褒め言葉に直接的にも間接的にもさらされ続ける環境で教育を受けてきた優秀な子供たちは、日本で今どのようなポジションについているのか、皆さんも考えてみてください。捏造、回収、記録の紛失、記憶違い、これは大人も子供も関係ないのです。つまり褒め方には工夫が必要で、結果を褒めるという行為をすると、我々人間は結果には直接関与ができないので、結果を簡単に出す方に思考が行ってしまうのです。例えばオリンピック選手はどれだけ練習しても、練習で出した自己ベストを大会で更新することはほぼないわけです。受験勉強をどれだけ死ぬ気でやったところで、テスト結果がどうなるかなどはわからないのです。我々は過程には関与できるが、結果には関与できない。だからこそ結果を褒めることはあまり好ましくないのです。それは子供も同じです。結果というのはその子の元々の性質ではないのです。その努力や時間の使い方、工夫などの過程に着目して評価をすることが、チャレンジ精神を育て望ましい結果を引き出すことにつながるのです。我々も自己評価をするとき、ついつい出した結果を見てしまいがちですが、出した結果を自分で称えてしまうと、結果が出ないときに偽りの自分を作ってしまう。長く結果を出し続けたいなら、過程で自己評価することを強くお勧めします。